ンネル。内定チャンネルの島袋です。はい、原田さゆりです。小本です。本日のゲスト田口様お越しいただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは自己紹介のよろしくお願いします。はい、サイバーエージェントの人事を長くやっていたので、まあその視点から就活生の皆さんとかにお話できることがあるかなと思って今日は参加してます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。田口さんはたくさん学生を、まあ、ざっくりと見られてきた。そうですね、はい、多分累計で5、6万人ぐらい見たんだと思いますけども。相当な数ですね。はい、見てきた学生の中でやっぱり就活市場において勝つ学生と、うん、まあ、あまり勝てない学生とっていうのが結構分かれると思うんですけども、うん、いろんな要素があるとは思うんですけども、はい、田口さん目線でなんかこういう学生は受かる受かんないっていう、うん、その差ってなんかどんなところがあるのかっていう、そのなんか構成要素をちょっと教えてほしいなと。はい、受かるか受かんないかって多分大前提があって、多分その就活というものがどういうものかっていうのをそもそも知ってるかどうかが多分準備段階とか対策に多分連動するので、まあ、その辺が一番大きな要素かなと思ってます。はい、この就活というこの例えば選考とかって最終的に企業が人を採用するってことなんで、これどのくらいこの人に投資するんだっていう観点からまず考えてもらうとか結構大事なんですね。で僕も例えば、ね、去年例えば会社売ったりとか、うん、まあ、たまにこう投資したりしてもらうためにこう経営者とか VC の方がこうプレゼンしに行くんですけど、じゃあ例えば、ね、1億円の投資をしてくださいっていうふうにもし、ね、お願いした時ってしっかり準備して、多分資料しっかり作ってこれからの夢とか事業のちゃんと説明して、それでも投資してもらえるかどうかって分かんないぐらいじゃないですか。で大体こうなんか企業の人が人を採用するって、例えばもし終身雇用でと、ね、なんか採用したら3億から5億ぐらい多分かかってるってよく言われてるんですけども、そうすると多分就活って自分のその一生を3億から5億のなんか投資をしてくださいってプレゼンしに行ってるってことなんですよ。でそう思ったら社会人とか社長、他の会社の社長さんって他の企業に対してそういうプレゼンをするために絶対に準備して資料しっかりまとめて多分ねやってると思うんで、まあそう思ったらじゃ就活も自分の人生かかってて、まあ3億から5億の投資してもらうって思ったら結構ちゃんと準備しなきゃいけないって大前提になるじゃないですか。確かに。そもそもの心持ちで言うと、その意欲で行くのかとか意識で行くのかと、まあ、持ってない人で言ったら結構運命の差になるかなというところが、まあ、多分1個目で一番大きいところかなというふうに思います。なるほどね。まあ、よくある就活生がなんかこう自分のことを話すんだったら何回でもできるから、その準備をあまりせずに行って自分こういう人間ですって話すだけは誰でもできるけど、まあ準備って多分その相手のことを調べるだったりとか、そっちで結構差がつくのかなと。そうですね、準備って結構そういうところも含めてしっかり入念する必要があるっていう認識なんですかね。はいはい、例えば、まあ、じゃあ受けに行きますっていうことがあると思うんですけども、じゃあその会社は100人ぐらい採用しますと、で自分が例えば何番目になるか分かんないですか。1番で通過する人もいるし、もしかしたら100番かもしれない。ギリギリだいたい自分の志望度が高ければ高いほど、まあ、ギリギリの可能性って確率が上がっていきますよね。そうですね。はい、100番目にもしかかってしまった場合って、多分そのいろんな会社の中でこういろんな学生が並べられて100番目誰を取ろうって決めた時に、100番目になるか101番目になるか その差が大事になると思うんですよね。でこの差って多分実力とか能力的にはあんま差がないと思うんですよね。じゃあ多分人の感情で決める確率が高いので、こいつの方がちょっとなんか入ろうという気合があったぞとか気持ちが伝わったぞとか、多分そんなレベルだと思うんですね。最後のって、はいはい、気に入った方を取りますよね。はいはいはい、その時のこうちょっとしたこの差って本当にそのさっき言った準備の差ぐらいしかないと思うんですよね。その今更実力の多差と か技術の差ではなくて、ちょっとした本当にこう本気度とか気持ちとか、おこいつの方がちょっと準備したし良さそうじゃないかって言われるこの差だと思うので、まあ、このくらいの多分最後競り合いの時にさっきのそもそものところが結構かかってくるんじゃないかなっていうのが大きいんじゃないかなと思いますけどね。その準備ってまあいろんなことがあると思うんですけど、どういうのが準備になるんですか。就活どうしてもね、大きく言うとなんかいくつか用意しなさいっていうふうになって思うんですけども、でもそれ以上になんでその準備をしなきゃいけないかっていうのが多分あると思うんですよね。これなんでかというと、いろんな会社のね、僕人事の方とか交流したりとか話を聞いてくると、人事の中にも採用にこうおいては例えば面接をする力とか人を見抜く力ってかなり差があるんですよ。はいはい。でこれが例えば面接官がとても優秀でめちゃめちゃスペシャリティな人が出てきてくれると、実は何も準備しなくても全部聞いてくれて、なんかその別に本人がその頑張んなくても、なんかもう聞くのはうまいし理解するのもうまいし、
むしろ本人よりも本人のことをなんか理解、ね、なんか整理できて、はい、君こういう人はね、あ、その通りですみたいなことが起こるんですよね、はい、だけどそういう人が全員じゃないんですよね、面接官って。もしかしたら面接官によっては初めてやる人とか、はい、全然慣れてない人とか、素人みたいな人がいるかもしれない、はい、そうすると素人の人が相手だということは、こっちが逆にプロぐらいのレベルにならなきゃいけないと思ったら、最低限何か準備しなきゃいけないぞってなるはずなんですよね、はい、この準備をじゃあ何かしなきゃいけないっていうところにやっと立てると思うんですよね、はい、でこの辺をじゃあ何やっていくかっていうのは、多分この先ちょっとこれ結構話しちゃっていいですか。じゃあ、具体的に何を準備するのかっていうのは、はい、またじゃあ次回の動画でお聞きしたいと思います、はいはい、じゃあ本日はここら辺でありがとうございました。ありがとうございました。